人が神に戦いを挑んで1500年、その罰によって死を迎えつつある世界、バリスゼア。もうじき着く。まだ黒の一帯の中だぞ。こんなところに住むバカはいない。魔法も使えず草木も生えない土地にな。黒の一帯が広がりゆく黄昏の時代に、人々はマザークリスタルの加護を求めた。人はクリスタルの加護なしに生きていけぬ。その加護を民に広めるのはお前だ、ジョシュア。マザークリスタルを奪い合う5つの国家、慈悲と伝統の公国ロザリア。こたびこそドレイク・ブレスを奪還する。聖なる神の神徒ザンブレク。もはや我らは風の大陸を手中にしたと言っても過言ではない。それすら夢ではなくなったわけだ。砂塵にそびえる共和国ダルメキア。さてこれ席のお偉方、後先考えずに始めた戦の戦況には満足か。信仰と恐怖が支配する鉄王国。エーテルに毒された魂は清められねばならん。あれはジョーカー、魂の救済。灰の大陸の覇者ウォールード。黒の一帯は刻々と大地を蝕む。マザークリスタの周辺領域でしか国が立ち行かん。かりそめの均衡もたった一つの火花から崩れ去るのだ。大陸歴860年、ザンブレクはロザリア公国へと侵攻。その夜、存在しないはずの召喚獣が顕現したことで、ドミナントたちの運命が狂い始める。ドミナントは宿した召喚獣の力を使うことができる。ただそれだけだろう。兵器として生きることを強いられた。その先に待っているのが全身の石化、つまり死を意味するものだとしても、一匹残らず首に殺してやる。火が迫っていた。これが召喚獣大戦の始まりです。